どうも、ファニーでーす。今日も将棋実況やっていきたいと思います。お相手の方は、初段で三間飛車が得意な方ということでございますね。ということで、試験に先手番でございますので、飛車を振っていきたいと思います。角道は閉じて、飛車を振って、銀はどんどん上がっていきましょう。相手の格好がどんな形でしょうか。皆さんね、最近ね、まだね、残暑が厳しくて、寝苦しい状態でございます。結構寝汗かいてね、夜、こうパッと起きたらね、まだ2時22分っていう怖い数字になってたりね、そういうことございませんか、ね、?4時44分とかね、こう、嫌な感じで起きてしまって、なんか怖い体験したことって皆さんありませんか。結構ね、ふっと起きることが多くてですね、その時ね、時計を見るとそういう時間帯だったりするんですよね。それってなんかありますよね、そういう現象。なんか名前も付けられてたような気がします。なんか、なんとか現象っていう、なんか、なんとか現象っていうすごい曖昧な現象の名前です。あ、これは両取りかけられてしまいましたが、これなんか解消技ないですか。ここに打つ。取る。玉のそばの香車取られたんで、あんま良くないかもしれないですね。まあ、ここはもう攻め合っていくしかないんじゃないでしょうか。ということで、銀をどんどん出ていきましょう。銀と金を交換して、ちょっと薄くすると。で、ここももうね、ガツンガツいっちゃいましょう。で、金と、強者交換できるかなと思ったんですけど、これで、ちょっとね、馬を活用していくしかないですね。時間はかかるかもしれないんですが、反対側から飛車打たれたらちょっと困りますね。これは。うん。これは詰めろ?これはまだ詰めろじゃないと判断して、ここで、行く!行きましょう。これで、どうしようかな、これ。微妙ですね。微妙。これは詰めろじゃない。なるほど。金。で、弾かれたけども。ここでもう一回。ここでバラして。下からの強。入って。これはどうですか?こっち詰まないから。詰まないから、これで詰めろかけれるかな。詰めろかけれたら勝ち。うん、これ切っても銀金で1枚足りないんですよね。なんで、ここは、難しいですね、この局面。これは切っていっても詰まないから、はははは。いや、でもここは、ここになる。逆にね、6-2にならないで、6-3になるのが、これが詰めろ。これが詰めろだと思いたい。これでも詰むよね、多分ね、次、なんかしなかったら。これで、詰む?あ、飛車切って詰む?これ。もしかして。飛車切って詰むパティーン?これ。これどう?微妙に詰まなくない?微妙に詰まないんだったら、こっち勝ちだと思いますけど、あと残り時間が44秒しかないので、あまり変な手を刺された時に困るでございます。お相手の方は何してくる ?3、8に金を打つぐらい。3、8金でスライドして、そこで詰まないよね。そこで詰まなければ、こっちはラッシュかけて詰み。あと、飛車も手に入ったんで、確実に詰みでございますね。これで避けて。これで避けたら詰まないよね。避けて。これ避けて詰まないよね。これ詰まないんだったらもう、こっちは勝ちじゃないですか?皆さん。あと、これ詰みますか?これ。詰まないですよね。お、これで、角から行く。そしたら頭金で詰みやったー。これはギリギリの勝ち。これはすごい。最後の6-3にならなかった、6-3になったところあたりが、実はすごい攻守だったんじゃないでしょうか。実は、ここですね。ここ。これ。ここなるとここれでよかったのか。ちょっと聞いてみましょう、鬼神さん。解析。詰んでる。あ、詰み。詰みだからそう言ったと。なるほど。鬼神さんはさらにすごい手を指しておりますね。これで詰みだと。はぁ。なるほどね。ここは馬切りから詰んでたと。へえ、そうなんですね。これ上がったら、桂馬打って上がったら金。上がっても金。どこ上がっても金か。これは詰んでるんですね。すごいですね。これはさすがに、ちょっと、見つけなきゃいけなかったか、でも。詰みがあるなら。いや、すごい、金さんに教えてもらいました。ありがとうございます。ということで皆さんも参考にしましょう。ファニーでございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。